はい、どうも、ハピネスダークのハピネスです。こちら、ウォンフレーム、プライムゲーミングで無料、ベルブ、セントレックス、センシュルをプライムゲーミングで受け取ろうの動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらね、ゲーム内のマーケットコンソールなんですけれども、この今多分ね、ピックアップで表示されないようになってるはず。なので、これ開いたら、こうないんだけど、この人気商品っていうところを開くとこれ出てくるので、まあないなーって思う方はこうやってちょっと表示してみてください。まあ検索でも出てくると思うけどね。じゃあね、早速このベルブステンシルをベルブセントレックスステンシル受け取ってみたいなと思います。はい、こちらの画面になります。こちらね、 Amazon プライム会員でそのアカウントとウォンフレームアカウントがリンクされていると、受け取れるサービスになっています。まあ受け取るためにはね、 Amazon プライム会員である必要があるという前提条件がありますので、まあその点に関しては、詳しい連携方法と合わせてですね、こちらの紹介動画の方にまとめておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。今回のこちらの動画では受け取り、あとね、どんなものなのかっていうね、紹介のみをやっていく予定です。じゃあね、こちら受け取っていきましょう。今すぐ入手。この画面に来たらね、あとはもう画面の手順に従っていくだけですね。入手しました。まあ、ここにも書いてあるんですけど、一回更新かけないとね、受け取ったことにはならないので、一回更新かけましょう。はい、ダイヤルログが出たら、受け取ったことになります。プライムゲーミングパックがインベントリに追加されました。開けみたいか。で、今回のベルブセントレックスステンシルっていうのは、個人部屋に適用できる内容になりますね。こちら見ていきましょう。これですね。今、レッドベールステンシルっていうのになってるんだけれども、これですね。ベルブセントレックスステンシル、めちゃめちゃかっこいいと思うよ。これ変わったかな。おーおー、なるほどね。あ、カラーリングがこうやって適用されるんだね。まあそれはもちろんか。そうか、なんかさ、ここで見る感じだとさ、紫っぽくなってるじゃん。これちょっと適用したいよね。ちょっと色を変えてみようか。どうだい、変えてみたよ。こんな感じじゃない、ベルブってね。この紫と緑の感じよね。これいいね。これちょっと全体変えてみたんだ今。ほら、ベルブ王みたいになったよ。これ面白いね。おお、ここステンシル関係ないんだけど、いや、なんかローキーになっちゃった。ローキーの体の中になっちゃった。これうわ、なんだ、すごいなこれ。こんなんなっちゃった。まあ個人部屋に合わせ、ちょっとさ、あの金具の部分変えるかもしんないけど、うん、こんな感じですね。まあ、ロキのね、体のスキンに、こういう線がちょっと入ってるんですけど、ちょっと別の外装もついててあれなんですが、こんな感じでね、顔の部分とか、こんな感じでね、黄緑色の線が入ったりとかしてね、まあ、こういうことですよね。これを壁紙にできるよ、みたいな、そんな感じみたいですね。このスキンもそうだけど、この壁紙もね、非常に、俺の部屋へようこそみたいなね、そんな感じです。いいですね。プライムゲーミングの受け取りはね、ゲーム内からでも、公式サイトのホームページからでも可能なので、こちらね、人気商品タブから、または検索かな。それでね、このベルブセントレックスステンシルを受け取るっていう項目があるので、ぜひここからね、受け取りを検討してみてください。まあもうね、すでに Amazon プライム会員だよっていう人は、期間限定なので、そう、絶対にこの機会に受け取った方がいいので、チェックしてみてください。そんな感じで今回はね、プライムゲーミングのベルブシリーズの商品のね、紹介でした。またこうしたね、更新があれば、紹介動画もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。